はい、カメラマンの石山です。今日は土曜日の午前中にですね、 EOS R6 の R6 です、ファインダーのですね、色味がちょっと気になる、覗いた時の色味が気になるということで、アップをしてたんですけども、でその土曜日、外の撮影があって、ちょっとですね、このカメラのメニューの工具マーク、ここのですね、ファインダーの明るさ、ファインダーの色調微調整っていうね、この2項目をですね、ちょっと、変えました。ファインダーの明るさに関して言うと、標準は3なんですけども、ここを2にして撮影をしました。はい、2にして撮影しました。そして、ファインダーの色調微調整、これはですね、マゼンタ寄りにちょっと振って調整をして今日撮影をしました。で、ファインダーの露出シミュレーションはするっていうふうにしてるので、まあ、露出シミュレーションするっていうところで撮影をしてましたけども、実際にですね、その、まあ、当然マゼンタ寄りに色調を変えてるので、昨日気になってた青みが強いっていうのは少し改善されてたんですけども、ただですね、まあ、露出シミュレーションするときに、まあ、最初にこう構えて露出ある程度合わせながら覗いて、でも適正露出のところに、まあ、カメラ内の露出計を見て、とりあえずこう見たりするわけですけども、であとこのインフォを押すとヒストグラムがね、ここで表記されるので、この数値っていうか山の状態を見ながら露出を決めるっていうふうにね、しながら撮影をしてました。なので、適正露出でちゃんと普通に撮影はできてるんですけども、まあ、覗いた時にですね、ちょっと大場目に露出が設定されてしまっている時に、やっぱりハイライトのところに少し青みっぽいのを感じました。なので、明るく出てる時に青みが強いのかなって。でコントラストがまあフラットな状態で見ると、まあハイライトがね、たくさんの面あるので、青みがちょっと感じたのかなっていうような、ね、なんかそういう印象をね、持ってたんですよね。でこれはですね、まあ、今日の撮影だけではちょっととても答えは出せないので、まあ、今後ですね、そのあたりを少し気にしながら、少し撮影をしていきたいなというふうに思ってます。まあ、明日ね、明日の撮影はですね、ちょっと人物撮影でストロボが入るので、まあ、ライティングして撮影っていうふうになるので、露出シミュレーションとかはですね、とりあえず、なしになって、そして、モニターの明るさとかですね、色調微調整もですね、まあ、標準に戻して撮影した方がいいのかなという感じですね。まあ、パソコンにつなぎながら撮影っていうのもね、もしかしたらやんないといけなくなるかもしれないので、まあ、その辺はですね、ちょっとまあ、どういう現場の状況になるかなんですけどね、どうしようかなっていう感じです。まあこれなんかね、 EOS R の時はですね、モニターファインダーに関してはあんまり気になってなかったので、この EOS R6 でなんかその色色調がちょっとなんか違うんだなっていうところでね、どうなんのかな。でもね、撮影するにあたっての、使い勝手は本当にいいと思います。連写も満足してます。でピントも結構しっかりと来てます。そのあたりはですね、もう EOS R とは雲泥の差で、
動いてるものを撮るのでも全然違和感がない。まあレフ機に比べればっていうのはちょっとありますけど、まあレフ機のね 1DX 系に比べればっていうのはありますが、でも全然普通に走ってるところとかですねは撮れるので、やっぱり結構買ってよかったなっていうカメラのにはなってますね。だからファインダーのところだけ、その色のところだけですね、まあちょっと今気になってる部分なんですけど、これはですね、まあなんか多分解決策があると思うので、ちょっとずつ、まあキヤノンのですね CPS の方にも聞きながら、どういうふうにするのがベストなのかっていうところでね、ちょっと情報を集めようかなというふうに思ってます。で、またその情報がね、いい解決方法があれば、またこちらで、お話しさせていただければと思います。ということでですね、ありがとうございました。